カトリック教会の周囲の秘石が描かれた絵画描写の問いはカトリック教会における七つの秘石の一つ。福音書の中でイエス・キリスト自身が病人をいたわって癒し悪霊を追い出した。使徒たちもイエスと同じように病人を癒した。ヤコブ書5章13節から16節では初代教会において病人が罪の赦しを願い教会の長老たちによって オリーブ油を塗られ、祈りを受けている様子が描かれている。カトリック教会はこの伝統を引き継ぎ、病人の癒しのために、聖なる油を塗り、病人のために祈るという儀式を続けてきた。なお、カトリック教会では、新約聖書のヤコブの手紙5時13分 -16 を論拠として、初代教会の時代からこの儀式が行われてきたと、みなしている。 古代から行われていた描写への投与は、時が経つにつれて、臨終にあるものに対してのみ行われるようになっていたため、周遊の秘跡と呼ばれていた。だが、第二バチカン公会議後の1972年には、秘跡の由来と本来的な意味の見直しが行われ、対象を、病気や臨終にあるものとし、描写の投与という名前に改めた。秘跡を行うことができるのは、司祭のみである。 額を及び両手への問いは、典礼書に規定されている通りに行われなければならない。また、必要な場合には、額または体の他の部分の一箇所に問いするだけで十分とされる。教区の指教の規定に従い、同時に複数の描写に対しこの秘跡を行うことも可能である。重大な罪の状態にあり、罪を改めないでいる者には、 描写の問いを行ってはならならとされる儀式の流れは初めに祈りがあり、聖書の朗読及び連願願が行われ、中心的な部分であるというが行われる。ついで生体配慮と祝福が行われ、儀式が終わる。この生体配慮は、特に臨終の者にとっては、最後の配慮として大きな意味がある。聖教会の機密の一つにも、動詞のものがあり、 政府機密と呼ばれる。性公開では、静電的書式の一つとして、トユがあり、病人が希望するとき、司祭がこの式を行う。トユには、主教が性別した、純粋のオリーブ油を用いる。司祭が油を性別しても良い。プロテスタントでも油を塗って神家を祈ることがあるが、霊天やサクラメントではない。ありがとうございます。